級の戦いで弓矢兄弟は中華10級に、花鳥軍に中華10級が潜む可能性を考察。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は A 級の戦いでの中華10級誕生の可能性について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。飛信隊に新世代の戦力として加入し、早々に大武功を挙げている弓矢兄弟。次代の中華10級と目されている彼らは、A 級の戦いで、中華10級に名を連ねるのかも。なぜなら、漢騎軍に立ち塞がる花鳥軍に、中華10級がいる可能性があるからですね。もしかすると、弓矢兄弟は父の因縁を乗り越えて、中華10級として名を馳せるのかもしれません。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ドンバ下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、中華10級の条件。花鳥軍の中華10級について考える前に、まず中華10級に加入する条件を整理しましょう。現状、作中で中華10級になるための条件は、詳細に明かされていませんが、過去に遡ってみると、無名の男が中華10級に名を連ねた契機が描かれています。それは、弓矢兄弟の父である宗玄が、戦の中で中華10級と熾烈な弓対決を行い、見事勝負に打ち勝ったことで、武名を轟かせたというものでした。この事例を踏まえると、加入条件の一つに、現役の10級に勝利することが挙げられるはず。つまり、弓矢兄弟も10級に勝つことができれば、新たな中華10級になれると考えられます。上には現在、聖火雲という中華10級が存在し、天下に名を知られています。しかし、今回の戦で登場するのは彼ではなく、別の10級の可能性が浮上してきました。2、因縁の敵との遭遇。花鳥軍に従軍し、弓矢兄弟と因縁のある10級とは、龍白光ではないでしょうか。趙の大将軍、胡蝶の配下の将として登場し、つわものの風格を漂わせる龍白光。彼の根に注目してみると、気になる点が浮かんできます。弓矢兄弟の父、宗玄が対決した中華10級の名は、白光であったと、学来が語っており、胡蝶配下の三将と同じ名なのです。そして、龍白光の顔を見るに、彼の右目には傷があり、光を失っているようにも見えます。10級の白光も、宗玄に右目を射抜かれて、以降の生死については語られていないため、彼が片目を失いながらも生存しているという可能性は十分に考えられるでしょう。しかし、龍白光が10級の白光だとすると、いくつか疑問が湧いてきます。3、疑問1、なぜ趙軍に？まず最大の疑問となるのが、なぜ10級の白光が趙軍にいるのかです。少なくとも宗玄と対決した時点で、白光は、銀中華10級として知られていました。龍白光が10級の白光だとすると、彼が対決後、魏軍から趙軍に移ったことになります。国の部位の象徴である中華10級が、他国の軍に加入したとなれば、普通なら大事件として情報が出回り、周知の事実となっていても、不思議はありません。ただし白光の場合は、いくつかの条件が重なり、存在を秘匿できていたのかもしれません。まず第一に、白光は10級ながら弓対決に敗れ、片目を失った敗北者だという点です。敗北により武名を損ねたばかりか、弓兵の命とも言える視力を失ったともなると、中華10級としての価値がないと国を追われたり、自ら軍を離れた可能性は低くないでしょう。その後で胡蝶と出会い、胡蝶軍に誘われたという流れも考えられそうですよね。第二に、李白が語ったように、胡蝶軍の戦場はこれまで、真の対局の位置にある大遠征戦であり、その後は、ワートの守護神として前線に出てこず、真軍に情報が漏れていません。そう考えると、いかに中華10級といえど、白光の消息は不明のままになっており、龍白光として胡蝶軍に移っていることは、中華に広まっていないのかもしれませんね。4、疑問に、対決の実現。次の疑問は、龍白光が中華10級だった場合、弓矢兄弟との対決は可能なのかという点です。現在の戦況を整理すると、漢騎軍対胡蝶軍は、3つの戦場に分かれて戦っています。弓矢兄弟を擁する飛信隊が参戦したのは、漢騎軍左軍であり、対する趙軍右軍の大将は、楽白光であり、周囲に龍白光の姿はありませんでした。
そうなると劉白根は胡蝶軍の中央軍笠軍で戦が指揮を取っていることになり、飛信隊と対決するには少々距離が離れすぎています。もし劉白根が中央軍の所属なのであれば、学白根を撃破した飛信隊が中央に流れ込み、胡蝶本軍を襲撃する過程で劉白根の軍と戦う可能性も考えられそう。仮に劉白根が左軍の所属だったとしても、主海平原の終盤戦のように両軍の左右の軍が中央に集結することで対決の機会が巡ってくることもあり得るでしょう。弓矢兄弟と劉白根の対決が戦終盤で実現する可能性は決して低くなさそうですね。疑問3、現在の実力は？最後に残る疑問は、現在の劉白根の実力はどれほどのものなのかという点です。先に触れたように、劉白根が10級の白根なら視力低下による弱体化は免れないはず。弓矢兄弟が弱体化した白根を打っても土を越えたことにはならず、中華10級として認められるには武功が弱いとみなされるかもしれません。ただ少なくとも胡蝶から一軍を任されるあたり、劉白根の将としての実力は確かであり、彼が白根だとすると、宗玄に敗れた後、鍛錬や胡蝶軍での実戦を経て失った視力を補って余りある力を身につけ、以前より強くなっていることも考えられます。姜燕と同じような弓で配下の軍を自在に操る新たな戦い方を身につけているのかも。6、どちらが中華10級に？弓矢兄弟が劉白根を撃った場合、仁と丹、どちらが中華10級になれるのでしょうか。結論から言ってしまうと、この場合は2人同時に10級入りとなると思われます。彼らの父宗玄が中華10級になった際も弓対決で白根に勝利してはいるものの、打ち取ったわけではなく、勝利によって部位を示したことで中華10級となっています。であれば弓矢兄弟も劉白根との対決で弓の腕前を中華に知らしめさえすれば、直接劉白根を打ち取らなくても中華10級となれるのではないでしょうか。またくしくも李信の手によって小売元と魏火が打たれており、中華10級は現在少なくとも2隻が空席になっています。そのため仁と丹が劉白根との戦いで勝利し、弓使いとしての腕前を中華に知らしめれば、新たな10級として認められる可能性は十分にありえそうですね。劉白根と10級の白根は別人であり、他人の空似という可能性もありえますが、別人と断じるには名前や目の傷など共通点がいくつも見受けられます。まだ謎が多い胡蝶軍の将たちについて新たな情報が明かされる日が待ち遠しいですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。